ローマチャンピーノ空港は、ローマ郊外のチャンピーノにある空港。1960年にフィルミチーノ空港が開設されるまで、ローマの主要空港であった。フィルミチーノ空港と経営母体は同じであり、長距離便はフィルミチーノ空港、小型機による短距離便はチャンピーノ空港と用途が使い分けられている。別称は、ジョバン・バッティスタ・パスティーネ国際空港。 ジョバン、バッティスタ・パスティーネは航空黎明期の飛行家で第一次世界大戦において戦死した人物である。チャンピーの空港は第一次世界大戦中の1916年に開設された。現役で使用されている空港としては最も古いものの一つである。第二次世界大戦中はイタリア軍に1943年9月に イタリアが連合国軍に降伏した後は、イタリアを占領下に置いたドイツ軍によって使用された。1944年6月に連合国軍によって占領され、その後はアメリカ陸軍航空軍の軍用飛行場として使用された。占領駒もない時期には A-36 攻撃機の出撃拠点として使用されたが、戦闘部隊が転出すると航空輸送司令部により、 主として CE-47 輸送機による兵員及び物資の輸送拠点として利用された。チャンピーの空港は1960年まではローマの主要空港であり、利用客は年間200万人以上の乗客に達した。1960年にフィウミチーノ空港が運営を開始すると、その後30年以上、チャンピーの空港はチャーター便やプライベート機及び 内外の政府交換の搭乗機をもっぱら取り扱うこととなった。2007年の初めより成長しつつあった格安航空会社の乗り入れを可能とするべくターミナル施設の改修が行われた。ローマ市内からの位置、ありがとうございます。